2022年12月23日クリスマスイブイブの夜、お前らはどんな夜を過ごしてる？ランク人民共和国ガシちゃんこと浅川ガシです。ラルフダはクリスマス何して過ごすの？ということで、クリスマスに行きたい街ナンバーワン、武蔵日田のディープスポットトップ3、チェケラ。予約するの忘れちゃった。はい、クリスマスケーキ予約するのを忘れてしまったのですが、ダルフダひどいよ。
コモディーダイダコモディーダイ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 ダジングルベルジングルベルスズカ鳴る。なるほど、それはジングルベルじゃなくて発車ベル。ナルフダはジングルベルのベルという言葉に気を取られ、佐藤菓子は発車ベルのことを言っているのだろうという漠然とした思い込みで言葉を発した。なんで発車ベルが鳴ったんだろう。台本は確認したし、誤動作かな。おかしいと思いながらも番組の流れを止めてはいけないため、この場を何とかしたいと誤った方向に意識が傾く。まずい、何とかしなきゃ。とりあえずランキングを続けるか。あということで、私佐藤菓子おすすめの駅メロトップ5、チェケラM1 楽しかったな。 M1 を見ると年末って感じだよね。まだこの収録時点では M1 の放送前だから、私が優勝を M1 楽しかったな。 M1 を見ると年末って感じだよね。まだこの収録時点では M1 の放送前だから、私が優勝を予想してみるね。スペイン、いや違うな、フランス、ドイツ、クロアチア、シロアチア。ブラボおじいさんの顔がめちゃめちゃ生えてくる観葉植物。ここに来ると緊張する。めっちゃブランドものなんだけど、財布しか入んないリュック。むしろ何も言えないことにして全部 P にしてもらった方がいいの。トナカイ×サンタの薄い。私ビーガンなので。
CM の後はランキング。ってことにはなってるけど、どう考えてもアイドルじゃないよね。ということで、アイドルと相性が良さそうなものトップ5、チェケラ。いけない、遅刻遅刻、あ、危ない、なるふだ、ごめん。今日アイドルのレッスンがあるのに電車が遅れて遅刻しそうなんだよ。新横浜線、何時発の、海老名5時14分発の特急小川町行き。
ようございます。おはようございます。あの説明はあんましてないんですけど、はい、アイドルやりがちランキングみたいなやつで、はい、ある場所に連れて行こうかなと思うんですけど、はい、まだ行き先は連れてないんですけど、はい、どっかに行くっていうことでとりあえず東京駅に来てくださいと。なんかめっちゃあったかい格好してきてくださいって言われました。じゃあ行きますか。何で行くんですか。あのついてきてもらえれば大丈夫なんで。そうか。あっちが、東海道新幹線、はい、こっちが、東北新幹線とか、まあ、東の新幹線ですね。はい、じゃあこっちに行きましょう。はい、本当に私埼玉より北に行ったことないんですけど。こんな急に。え？え？何？何？石川さんのロゴじゃん。え、違うよ。バカにしないでもらっていいですか。あんなでかい仕事できないから。とりあえず23番線に行きます。はい、23番線はなんて書いてありますか。あ、博多が559。はい、銀色のやつ。銀色のやつ。もう引いていいと。あるんですか。マサイ族みたいな民族がたくさんいる場所だと思ってました。あ、群馬ね。群馬、未開の地でしょ。駅あんだ。え、駅あるんだと思って新幹線通ってるのびっくりしました。あ、群馬に。はい、逆に、ん、逆に、逆に通してんの。まあ、大したことないね。福岡に比べたら、ええ、福岡でいうとどれぐらいの。グルメ、グルメ、グルメ。見てごらんよ、目がピーッと釣り上がって。見てごらんよ。しりとりにしよう。マジカルバ、間違えた。嘘。そう、リンゴ、リンゴ、リンゴ、まあゴリラ。安直すぎる。これ歌詞あるの分かる？メロディー。あの日なくした最初の答え。これ著作権気にしなくていいんで。え、何の曲ですか？谷村新司さん。知らんな。何、佐藤菓子より有名？軽井沢ですよ。大したことないね。雪降ってる、雪降ってる。え、すごい雪降ってんだけど。もしあの雪かきとかせんでいいんやったら一生雪国に住んでたいぐらい好きです。一生日がささないとか、もっと言うなら極地。うん、みんな軽井沢で何してんの。いや、年末年始の休暇じゃない。あの別荘地だし。私は違って忙しいんで。ん、忙しいから軽井沢とかに引きこもってらんない。ああ、
無職なのに無職は無職なりに忙しいから、あの忘年会とかタバコ吸いてえな。あの石川の隣。いや全然。あれ？それはなんだ？富山県か。富山県と長野県よく間違えるんです。長野で降りないですから。もっと行きますから。降りないんだ。そう、降りるとこ知らないもんね。知らないです。どこに連れてかれるんですか？私は。私さ、石川さんのちょっと好きじゃないところがあって、はい、絶対話の途中でもどっかしらに視界、石川さんの視界に電車がちょっとでも入ったら目がこっちになって、はいはいって、心ここにあらずみたいな。病気だもん。病気だよ。間もなく乗ります。大糸線。乗り換え、いや大糸線じゃなくて、越後ときめき鉄道です、ね。ちょっと待って、すごい、マジで。ちょっと待って。すごいですわ。びっくりした。黒塗りの高級車。一両の電車走れていた。反射してやりました。降りますよ。あ、大海。運転席横の運転箱にお入れください。そういうことね。なるほど。来ましたよ、やつ。あっちに駅名表あったけど大丈夫ですか？行きますね。駅名表って言葉覚えましたね。最悪。なんか今日めっちゃ鉄を乗ってたじゃないですか、はい、時鉄に。今石川さんが向かうと同時に中からも鉄を乗ってる。はい、ありがとうございました。
本日のお仕事これにて終了です。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。では、いは帰ります。これだけのためにここまで来たんですか、うん、新潟に飲んでかん。とりあえずところが、まあ、とりあえず進みましょう、はい、でところが、まあ、帰りたいんですけど次の電車が1時間後なんですよ。だからこのだって1両だったもん。近江の町で1時間ちょっと時間を潰して、はい、さっきの糸魚川駅に戻って、はい、新幹線で東京に帰ります。はい、でもう東京帰った時点で確か17時とかもうそんぐらいの時間になっちゃうんで。そんななんだ、ええ、だからもう今日はこれしかやることないんで。朝7時に起きましたよ。7時に起きて10時に東京駅来て10時でしたっけ、新幹線乗って初めて新潟、埼玉より上行って新潟来れたのに。すごいじゃん、山とかさ。なのにこれで終わりなんですか、うん、これしかやることないんで。続いては最後のランキング。2023年は平和な1年でありますように。それではチェケラ、良いお年を。岐阜に行きたい。なんでですか。あのすごく素晴らしい水族館があるのと自然が豊かだから行きたいです。バンジージャンプです。理由はなんか死にかけの気持ちを味わいたい。もっと使えそうなのに。爆破。なんでですか。全てをぶっ壊す。楽しい。